こんなとこにキノコあるやん。あれ？なんか足生えてるけど、食べてみようか。頭にキノコ生えたわ。どうもチャップです。今回から新実況の大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルをねプレイしていきたいと思います。ということで、だいぶね発売してから時間経っちゃったんですけれどもね、遅くなりながらも今回からスタートしていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ということで、とりあえずですね、今回はレベル9の CP と戦っていきたいと思います。あのスマブラでさ、レベル9戦ったことある人やったらね分かってくれると思うんですけど、めちゃくちゃ強くないですか。強すぎてね僕勝てないんですけどほんまにボコボコにされてね、全く勝てないぐらいのねヘッポコレベルなんでね、皆さん僕の気持ち分かってほしいんですよ。もう泣きそうになってますからね。 CP 強すぎやん、涙目やんってなってます。まあでもね、こっから少しずつね成長していきたいと思ってるわけなんですよ。僕ね、僕のスマブラのイメージっていうのはね、友達とわちゃわちゃしてね、ガチャ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 しながらね遊ぶっていうのが、なんやろな、スマブラのイメージやったんですけども、 CP 強すぎ、何そのテクニックみたいなガードしてその回避でくる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 回るみたいなさ、その程度のね能力しか僕は持ち合わせてなかったんですよ。わちゃわちゃ楽しむのがスマブラやと思ってた。でね、いろいろ調べたんですけど、なんかクーエヌとかさ、ガーキャンとか、え、何その専門用語みたいな、空中ニュートラルキックみたいな、それ何みたいなそんなん聞いたことがないわ。びっくりした、びっくりびっくりびっくりチャップっていうレベルでね、僕はその本格的に戦ってる人との差をねめちゃくちゃ感じましたね僕パンチとっていうか、僕もスマッシュしかせえへんみたいな、小ジャンプってなんなんっていうところからでしたからね、もうそんな思いっきりジャンプすんの当たり前やんと思ってましたもん。小ジャンプ何それ美味しいのっていうぐらいですよ。もうくるくる回るガードとスペ、何スマッシュか、ガードとスマッシュしかせえへんみたいな男やったんですけど、それじゃ CP に勝てないということが僕はもう目の当たりにしましたね。まあ、それが悲しいということのオープニングトークでしたね。さあやっていきましょう頑張ってね、1回は勝ちたいぞ。でルールがストック3機で時間無制限で、スピリットもなしで、必殺技もアイテムもなしで、ステージはですね終点っていう、なんやろな、もう何もアイテムっていうかな、壁とかもな、なんだろ、一方通行の道みたいなだけ選べれるモードにしてますね。で、行きましょうかね。ほんま皆さんめっちゃ強いじゃん。びっくりするで、ほんまに。もうほんまに僕もう、え、何これと思いましたもん。とりあえず、マリオで行きましょうか。一番最初はね。で、CP のじゃレベル9で、で、ランダムね。さあ行きましょう。さあ誰？対戦相手は。もう誰でもいいよ。どうせ勝たれへんから。うおい、カビ生えたカーピーみたいなの来ましたね。ヨモギカービーが来たぞ。ピクミンのステージか。ちょ、これほら、めっちゃ強いですよ、皆さん。びっくりしたもん。ちょっとお前、とりあえず一発目、よし、はい、入った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 よ、パンチ入ったよ、パンチじゃない、ジャイアントスイング、もう強いんですよ、これでカービィ、お、いい調子ですね、すごくいい、すごくいい、すごくいい、今日カービィの調子悪いぞ、今日カービィの調子が悪いですね。あ、でもね、僕、メテオのね、やり方はね、知ってたんですよ、メテオは昔から知ってた、でも、あ、これやばいぞ、スマッシュためすぎてやばなるっていうね、これどうやって勝つねん、このカービィに、カービィに、ジャイアントスイングはマリオは強いと思うんですよ。あとはもうスマッシュを、これでしょ、小ジャンプ、僕、小ジャンプ覚えてきましたからね、小ジャンプ覚えただけでも僕は進歩やったもん、やばい、強い、待って、イエイじゃないの。この小ジャンプでしょ、この小ジャンプと、これがね空中 N っていうやつらしいんですよ。何も押さんとジャンプしてええ様子みたいなね、それがなんか、あ、いける、これいける、よっしゃアピール決めていくで、ね、めっちゃ調子がいい、いつも絶対先に落とされるのに、今日動画撮ってるから調子がいい、これでもめちゃくちゃ調子いいんですよ。でこれマリオの回転でしょ、んでこのカーテンもあるんですよ、これお掃除カーテンね、待って、カービィが怖いそう、これなんですよ、僕は友達でいる中ではこれが最大の技術やった、このガードしながら回転するみたいなね、これが、あ、やばい、ここストーン狙ってくる、そのあたりやばいですね、このズンダカービィ、あ、ズンダられましたね、あ、待って、怖い、あ、これでもこれ、いや無理いかにねスマッシュを決めるかなんですよ、ポイントは。で、この、あ、惜しい、やばい、吹っ飛ばされたら試合終了ですからね、いや、オッケー、おい、何今の、何や今、目光ったけど、そのテクニックは僕も知らんぞ、CP の人、いいテクニック持ってますやん、マリオもね、いろんな、あのね、スーパーマリオサンシャインのね、オリマー博士の、このオリマー博士じゃない、それ、ルイージマンシャン、オリマー博士、そうやね、ほら、これ見て、水で敵をこうやって押すことができるんですよ、こういう面白いやばい攻撃ぶちかましてきましてね、本当にこのツンダカービィ、ツン
田カービィが、ちょっと待って、さっきね、これ何としても落とさなくてダメよ、このキャラクターを。僕の攻撃が、あ、そうか、空中 N が、空中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 、ちょ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 。いやいやめちゃくちゃ決めてくるやん。空中ね、空中ね、やばいやばいやばい。あ、でもこれがね結構効いてる気がする。やばい、うえ、嘘嘘、そんな、待ってよ、新手のテクニック決めてくるやん。空中でストーン決めてくるのやめてー。ああ、いい、今のねうまいこと決まったらメテオが入るんですけどね。よっしゃー、オッケー。マリオのさ、このヘッドバット強いですよね。お、これこれこれめっちゃ強い。で、これ空中で、お、いけるぞ。待て、このまま落とせんちゃうか。これ昇竜拳、待て、あ、ちょっと待て、マリ竜拳、あ、やばいやばいやばい、お、ちょっとやばい、これ飛ばせる。お、いいね。あ、誰か、お、ま、マリオって、マリマーめちゃくちゃ強いやん。よっしゃー、はい、いい感じ。お、いい勝負してますね。これはもしかして勝てるかもしれない。僕なんかダメージ避けられた。あ、今の無理な。あ、後頭部に当たりやすいんかな。で、この何、この強攻撃みたいな、強攻撃なんかね普段使わなかったんですけど、僕今回このスマッシュ、スマッシュちゃうわ、スマブラ SP から強攻撃っていうのを覚えましたかね。この強攻撃を、強攻撃をうまく、そしてファイアボールで熱くして、お、いい、勝てる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 、待て、勝てる勝てるぞ、勝てる勝てる、ズンダカービに勝てる。さっきの2試合目はボコボコにされたけど、ズンダカービ、ズンダカービ、この着地、お、やばい、お、いらんって言われて、マリオ美味しくない、ヒゲの味がするんですかね。で、この空中、空中で、空中で、あー、今の当たらなかった。あ、ジャイアントスイングがね、マリオね、いいと思うんですよ、僕は。だから、え、熱い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 、ミートボールアタックめちゃくちゃしてくるやん。あ、今の当たらん、いや無理、あた、全然当たらんやん。ズンダカービ、あ、やばいやばい、怖い怖い怖い、あ、やばいよやばいよやばいよ、そのミートボールがやばいんですよ。いい、オッケー、相手のがまだダメージは大きいぞ、オッケー、いいぞ。で、これ決まる、うわ、無理あ、今のスマッシュ当たりかけたんですけど、無理な無理な無理なの、オッケー、これで、うん、はい、うん、慎重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 、危ない。あ、これジャンプスイングくる、うん、イエーイ、これいいですよね。で、これでちょっと、あ、やばい、痛い痛い痛い、うえイエーイ、勝てました。いや、待ってください、僕2、30試合ぶりぐらいに勝ったんじゃんイエーイ、マリオウィーンということで、いいヒゲですね。 CP めっちゃ強いでしょ、ほんま、めちゃくちゃ泣きそうになりますから。シンプルに誰が見ても泣きそうになる、これがカービィの恐ろしさなんですよ。いや、長い戦いでしたね。じゃあもう一回ね、マリオでいきましょう。オンライン対戦もねしてみたいんですけどね、やったことない、まあ、ボコボコにされますね。ダークサムス、サムス、あ、これストリートファイターの面ですね。もう昇竜拳で勝ちますよ。やばい、これダークサムス、いや、何ですよ、ダンゴムシみたいな音してくるなよ。これ、よっしゃ、オッケー、いいよいいよ、この強攻撃、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 強なんかちょっとコンボみたいなの入ってましたね。コンボなんかな、知らんからな、てかそんなの使ってけん人生って。あ、待て待て待て、いける、強いな、なんか一発のダメージでかない、 BGM めちゃくちゃいいな、ストリートファイターのいや、伸びてくれやん、その人。あ、待て、このメテオとかあるんじゃん、この方、イエーイ、昇竜拳、お、いや、あ、生きてるやん、やるやん、生きてるやん、生きて、え、ちょ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 、あ、これいける、いや、無理無理なやつ、待て、それ触手長いんですよ。あ、それ、待て、メテオあんのかな。サムスはね、メテオみたいなあったでしょ、下にダーンと落とすの。ちょっと待って、やばいくく、いや、いける、あ、もうちょっと触手がやばいんですよ、触手。あ、いや、やめてうお、なんか食べてますね、これ一発にも当てられたら僕、血になりますね。やばい、チリメンジャックになる。ちょっと待って、あ、掴んでた、当たんの、その真実それ当たるんかー、いうことで、やばいぞ、これさっきに落とされた。いや、ちょっと待って、今のさ、シュイーンって、いや、オッケー、これ決まったんじゃ、メテオ決めたのか、ほら、あ、無理メテオが決まると思ったんですけど、ガード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 、お、今のかっこいいですね、掴み合いですね。あ、いや、ちょっと待って、譲り合い、掴み合い、サムス、あ、おー、今なんかできたぞ。あ、もしかしてジャストタイミングガードとかじゃん、メテオ決めたのか、メテオ無理か、いやー、オッケーイエーオッケー、ググル、いいよいいよ、いい感じいい感じいい感じ、ダークなサムスさんに勝てるかもしれん。待て、このファイヤーボールでさ、このバーベキュー作戦でいったらいいんじゃん、 CP と言えても、それはなかなか効くんじゃん。強攻撃強攻撃強攻撃、いいねいいね、あ、追いついてきましたよ、追いついてきました、皆さん。あ、何それ、なんかめっちゃ伸びてくるやん伸びてくるやん伸びてくるやん、のちょ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 、これいけんじゃん、 OK で、空中強攻撃、空中で下強攻撃、無理、当たらん、やばいやばいやばい、下スマッシュ
いやもうちょっとやめてください。オッケー決まりました。やっぱスマッシュですね時代は。でこれでうーん決まる。オッケー待って、メテオ決めたいんですけどね。あやめておくか、いらんことした、やられるわ。あやばいやばい、いらんことした、怖い怖い、これやばい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 、なんかやられてるんですけどっていう感じでしたね。でこうやってこれでちょっとファイヤーで嫌がらせして、これで決めると、あやばい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 、なるべくダメージ食らいたくないからな。ファイヤーで嫌がらせして、ファイヤーこれで決める。うん無理が、うーんうまいね。おちょ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 、ビリビリーンビリビリーンビリ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 、よしこれでこれでメテオ、あー無理で、こうスマッシュ、おー今の避けるそううまくない。そんな普通できます、そんな普通できへんやん今のテクニック、今のあんなかっこよすぎるやん。そあ無理、あ痛い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 、あいけるいける、あうまいうまいうまい、いいよいいよ、ちょっと無理やん、そんないいよ、オッケーよし、一押しですね。このまま、なんかできるようになってきたぞ。このジャストタイミングバリアみたいな。いいですね。ほい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 。待って待って、昇竜拳したいな。昇竜拳、ホームラン、よく避けれました。よくできました。あ、今のあった方、いや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 、そのさ、ビリビリがやばいんですよ、その、ちょっとね。いけるいける、オッケー入った、でも熱い。やばいですね、僕も吹っ飛ぶレベルちゃいます、こんな80まで食らって。待って、怖い怖い怖い、それはやめてよ。ええあっさり負けた。ダークサムスめっちゃ強いやん、めちゃくちゃ喜んでるやん、見てください、これかっこいいんですけどね。あなたは悪役なんですか、ということでもう一試合いきましょうかね。いや、まだまだいける。勝って負けて、今一勝一敗のトントンな感じじゃないですか。いいですよ、いいですよ。いい調子、いい調子。次行きましょう、次行きましょう。マリオ、言いません。マリオ、マリオ VS、マリオ、ベヨネッタさんか。ほう、なんか口の下のほくろがセクシーなお姉さんですね。さあ、ベヨネッタさん倒していきましょう。よし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 。やっぱりね、先にね、相手をね、一気でもね、減らすという。なんか、やばいやばい、動きやばい、動きやばい。ちょっと待って、動き急にやばいやん、それ。どうやってそんなことを、どこで学んできたん、その動き。なんか、スマブラ道場でもあるんですかね。痛い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 。これでシュッてうまいこと、シュッてシュッて。このファイヤーボールをね、うまいこと、トゥットゥットゥッ、んで、クッて避けて、お、え、なんか、足からレーザービーム打ってましたね。ん？なんか今消えましたけど、なんか、そんな、そんな聞いてない、あ、いける、無理、ちょっとね、動きがやばいって、そんな、なんかほんま動きが速すぎて私では捉えられないぞ。動きがいやー無理か、うーんちょ、ジャイアントスイングをね僕当てたい、ちょっとね、ほんまに空中化されたらボコボコにされるかな。ちょっとね、その動きやばくない、何そのそのジャンプばっかりして、そできへんやん、うおい早々に落とされるっていう。ベヨネッタめっちゃ強いやん、これ、お、これかっこいいですね。待って、ここでね、いかにダメージを食らうか、僕もジャンプしまくっていいんじゃん、こうやって、オッケー、おめでとう。入りましたね、あれがうまいこと言ったら勝てるんですよね、一撃で倒せるから、あ、いいですね、で空中、あ、いける、ファイヤー、オッケー、さあリベンジリベンジ、ほい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 、この CP の動きを真似すればいいんですよ、この人はジャンプを良くしてくる、だから僕もジャンプを良くすれば、でもマリオはジャンプキャラなのか。よし、ちょっとでもダメージ与えとこう、負けた時用にダメージ与えとこう、あ、これいける、いい、オッケー、追いついてきた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 、強攻撃、下強、あ、無理、やばい、いや、痛い、うん、え、ジャイアンスイング、ほんでメテオね、ここでメテオ、これメテオ、おっ、ちょっと待って、そんできひんやん、そんななんか蝶々みたいな、どこでその蝶々買ってきたん、ファーブル昆虫機かっていうくらい蝶々が、あ、なに、チーターやったんか、ベヨネッタさんはね。お、いける。待って。昇竜拳もうまいこと。こら、昇竜拳。あ、隙が大きいよ。外した時の。やばいやばい。そのね、その上からね、じゃ下からね、そう、手みたいなの出してくるのね。威力やばい。あ、ちょ、その、一回さ、隙ができたと思ったけど、まだ隙できてないみたいなさ、そのなんなの、シュンシュンシュンって来るんでしょ、シュンシュンシュンって、シュンシュンシュン、シュンシュンシュンって来るんでしょ、蝶々からの蝶々、オッケー。よし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 、よし行くぞ、よし行くぞ、待て、やばいやばい、やばい、あの、手出てくる、手、それそれ、それなんですよ、その手、ちょっと待って、手出てくるんでしょ、どうせ、手、ほらほら、足だったわ、もう、足と手の攻撃が、よいしょ、オッケー、7パ、7パ、7パ、そのコンボ、かっこいいね、待て、また手出てくるんでしょ、これどうせ、手ちゃん、手ちゃん、読めてきたで、読めてきたで、僕は、手出してくるでしょ、そろそろ、お、ファイヤー、うーん、よいしょ、オッケー、く、手出て、手出て、あ、これ落とされるか、あ、いけましたね、なんか、すごいトリッキーです。うえやし、うまうますぎーということで。さあ、いけるぞ、いけるぞ。これ、とりあえずね、この人はね、空中攻撃がなんか3段ぐらいあるからさ、
それを気をつけ、なんか終わったと思ったらまた来る。よし、どうだ、うん、どうだ、うん、どうだ、はい、空中攻撃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 、ほい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 よっしゃ、いけ、この、きょ、このコンボね、このコンボ、ほらすごいんですよね、そのコンボ。メテオ決めた、うん、無理か、そう、ほんでまた来るんちゃん、おい、オッケー、さあいいよ、いけ、来るんちゃん、来るんちゃん、来たイエーイ、ということで2勝1敗ですね。2回も勝てたん奇跡ですよ。今日から僕は中んで済むかもしれん。いや、よかった。ベヨネッタともね、戦ったことがあったような気がするけど、なんかボコボコにされたような記憶もあるんですよ。いやー、なんかお金が1、2、3ですね、右から読んだらね。綺麗でした、ということで、うわ強い、ほんま皆さんね、スペシャルやってる人わかるんちゃう、ほんまに。もう何回もまして、家族とかさ、友達とワイワイやるイメージでやったら、もう恐ろしい、強すぎやんってなる。びっくりしすぎて泣きそうや、ということでね、今回は CP レベル9が強すぎチャップやっていう動画でした。いや、めっちゃ強い。ほんまに誰が見ても強いんで、皆さんやる際は気をつけてください。ということで終わりにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。やばい、いらんことした。怖い。これ、やばい。